私にはスロットしかないんです。はい、おはようございます。おはよう。ただいまの時刻12時ぐらいに来たんですけど、1台だけ1回転しか回ってないんです。ガッツン見たんですかね。とりあえず30ゲームだけ回してきます。やってみよう。せい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 、1ゲーム回ってるってことは誰かがガッツン見たってことじゃないか。ガッツンしてないから放置されたと考えるべきだよ。これは触ったらダメな台。触るなよ。絶対に触るな。行くぜ。これか。あれ見て。おかしいか。隣が19連してるよ。ざわ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 してる。これ終わったら筋肉マン解放の。あ、お腹痛いね。朝から唐揚げくん食べてしもうて。あ、すいません。はい、メダルなくなるの早い。これないんじゃない？ 2000 円目。
揃えます。はい、ありがとうございます。揃えた。よし、席も全うした。うちはこれで席もってことでね、今日は行ってないし、 YouTuber さん、あ、いやいや、優秀、ちょっとだけやってます。遊びでやってます。遊び、ちゃんとチャンネルの宣伝して登録してもろて、高評価をしてもらって、コメント書いてもらいや。それが宣伝につながるんやで。一人が二人になり、二人が三人になり、三人が一人になっていくんや。減っとるやん。頑張ってください。ちょっと待って、気まずい気まずい。気まずい気まずい気まずい。ちょっと話すところを変えよう。YouTuber か言われたって、気まずいて。YouTuber として胸張って歩け。ってことでね、ビス狙い、今日ダメだったのでね、次回に7揃えてよかった。アナジンダメだったけど、さっきもう全うした気がする。7を揃えてあげた。はい。みんなまたね、またリス狙いやるとき、ちょっくらパチンコ見に行ってきます。持ちメダルで余ったやつで光っちった。あー、ビッグかな。おや、もっとイエイ、シワちゃん、やっぱうちジャグラーだな。やっぱりジャグラーです。やっぱジャグラーだな。ちょっとパチンコ行く前にね、打ちたかった。その持ちメダルちょっとあったから。当たっちゃった。この間ワンワン引いて TikTok の方にあげたんですけど、ワンワン引けたんだよね。嬉しい。ワンワン。ぜひね、TikTok されてる方がいたら、TikTok の登録の方もよろしくお願いします。名前はペカちゃん。ペカちゃんで出てくるかな。すぐ出てくると思う。そんな今夜で25ゲーム。こんばんは、こんばんは。嘘です、こんにちは。133回転光らんね。あ、メダルどうした。やってる間に片手で回してたら光ったんだけど。140回転見よ、この素晴らしい光よ。回していく。あれ、お、ビッグですやん。美しい。えい、シマちゃん。23ゲーム。隣の人光ったままトイレ行っちゃった。ずっと隣の、うちのオカルトだけどさ、周りのが光ったらずっと5秒間見続けると光る気がするっていう、結構毎回やるんです。光ったことあります、それで。隣の光も一回見とこう。5秒間見ちゃう。 OK じゃん。あとは光るのを待つだけ。あ、別の人が光った。で、別の人が光った。隣の光吸収打法不発。いいよ、118回転。ジャグラーの神は私に試練を与えてます。あ、やべ。えいえいえい。
やばいやつ。待って、海岸した後に見て139で名前入りしたんだけど、ビビった今。イエーイ。何？あ、プラスだね。アラビンで2000円使ってその余り玉だから2000円しか使ってないし、プラス。このままやめたらプラス。なんかさ、これうちだけかもしんないけどさ、たまにさ光るなって思うときない？みんなジャグラー打ってて、あ、なんか光るかもみたいな。やべ、まとめたら落としたよ。そういう時あるんだよね。うちだけかな。まあ今んとこ光るかなって思うことないんだけど。そういう時あるんだよな。あ、光っちゃうっていう。そうするとね、何ゲームかで光るんだよ。何なんだろう、あれ。なんでもねえよ。予知能力。なんか自分には超能力がないのかなといつも考えることがあるんです。たまにですけど、なんかパワーないかなと。何にもねえ。真面目に一日考えた時も何にもない。私にはスロットしかないんです、それだけ。私にはスロットしかないんですよ。光らんじゃん。パワー。常連さんからもらった、イエイ、ありがとう。優しい常連さんからいただきました、ありがとう。常連さんから飲み物もらった後に222で今光った。行くぞ。あら、ビッグシュワちゃん。シュワちゃん、はい、流した枚数128枚。ドロー、アラジンの分は取り返した。イエイ。パチンコ行く。火事場のバカ力から強力さん、キュイン。音なんだって。変えるのどうやってやるの、わかる？え、なんですか？パーセント。パーセントっていうのは？これが変えられるみたいなの、なんか。キャラクターをですか？え。カスタマイズ？カスタマイズここじゃないですか？違うのかな？ちょっと今日初めて打つんで、俺も難しいですよね。もしかしてカスタマイズ、あの、なんだ、よくパソコンでこう見てるんだけど、これなんかこれを 100% とかなんかできるみたいな。あ、そうなんですか。やり方わかんない。私わかんない。何なんですかね。店員さんに、男の人に聞いた方が多分早いかもしれないし、男性スタッフの方がわかるかもしれない。女性スタッフより。お、難しい。
士の敵は何を置いても駆けつける約束だ。マジっすか。うわ、班長400か。どうせ筋肉マンまだ空いてるから行ってこようかな。400で捨ててあるわ。ちょっと一回博士に順話します。これより我ら修羅に入る。常連さんから400捨ててあったと聞いてすぐ筋肉マンやめて、番長行くぜ。行く。バン。あと200だ。あと200なら、まあ、いいよね。天井知らんかったんかな。これが吹くか吹かないかはわからないが、エナセコ。いいよ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 。はい。やるぜ。待って、またあと11枚しかない。お手並み拝見。この鈴を鳴らすのは俺じゃねえ。やった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 。子孫繁栄。484、2000円でやった。あばよ。オッケーオッケーオッケー。どうなさっていけ。ナイス。うわあ。こういうこと。まあ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 。すぐ当たったね。まあ良いでしょう。すぐ当たった。いいよ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 。いただきロード見せてくれ。ああ、お、まあ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 、この場面クッキー。いいよいいよ、言うことない。とりあえずハコブス出玉ね。いや、1000円追加したくないって。いい、赤左、赤頼む。メダル、メダルないで。どうにか。うつすうつす。いい。うつすうつす。うつすうつす。
げえ。中二人。中二人。右二人。危なかったぜ。危なかったぜ。右。中二人。危なかったぜ。誰だ。姿を見せろ。プッシュして。いくよ。気持ちいいよ。いや、こっから乗せれたらいいんだけど。乗せなきゃ意味ない。頼む。頼むよ。おやつ。危なかったぜ。もう一回来い。なに？危なかった。いやー、感じだだよね。中左右。頼む、どうですか。中左右。右あ左中中右左。見せ場をください。右中左。チャンス目。何？中右。危なかったぜ。何？あ、危な。右。中左。右。やばい。左。おい、まずかよ。中左右。終わったよ。中左右。右。中左。中右左。いやー、右中左。右中左。右中左。泣いていい。まあ右左。中おっしゃ。何？最後の中左右。むずいよこれ。右左中だよね。はははは。拳2000プラスっちゃプラスや。ちょっと一回博士に順応する。とりあえず、もやもや。チャンス来たか。そこのチャオ。ほら、マジか。行くぞー。マイカラーローラーゲット。ダメ。希望が…希望が…お先、なに？お先です。うわ、そんなバナナ。待ち受けま、行くぜ。うわ、ナイスです。拳固めた。終わりか。ちょっと効果率低いですよ。あ、なになに。あー、待って。楽しい。ってことで番長ね、2000円で当たっていただき入ったけど、まあそんなに伸びず終了で、まあ、いろんな今日ストーリーあったと思うんで、それはそれでいっか。次回筋肉も打ちます。焼肉は回んなすぎてちょっと打つ気がないので、帰宅。おはようございます。すいませんね、起きてごめんなさい。またちょっと声がこんな感じなんですけど、今日も答えていく。はい、目に留まった方
ルッコさんお疲れ様です。お勤めの店舗での名前も同じくランなのですか。歌も拝見しました。面白くていい声で、魅力満点です。100ありがとうございますちょっと待って、ちょっとマスクがでかすぎて一旦変えていくいいよってことでちょっとマスクがね、大人サイズ買っちゃって白いやつがでかすぎて、ちょっとこれが一番いいですね。はい、お勤めの店舗での名前もランです。ランって言います。なんでね、店の名前もそのまま YouTube でもランで使わせていただいてますね。歌はめちゃめちゃ頑張りましたこんな声なんですけどね、頑張って出したらあそこまで行けました。コメントありがとうございます。はい、あとなんだろう、あと1件ぐらい。博士にはね、1件しか読まないでって言われたんだけど、どうしようかな。中谷さんの読もうかな。ニン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 、お主甲賀蘭之助でござるな。ムムム、そうです、私が甲賀蘭之助でござる。おぼろですって言いたいとこなんですけど、そうですね、あのアニメのファン、パチスロのファン、パチンコのファンいると思いますが、おぼろですとはさすがの私も言えないですが、やはりバジリスクといえばおぼろですよね。明け絹になりたいぐらいまでは言わせてください。はい、コメントね、皆さんありがとうございます。これからもね、精進いたしてパチスロ業界盛り上げて、勝手に盛り上げて頑張っていきたいと思うのでこれからもよろしくお願いします。ってことでね、今から早速アラジンリセを狙いに行きたいと思います。またね、ぜひ質問がありましたらコメントじゃんじゃん書いてくれたら嬉しいと思います。ってことでね、すいません、上着バサッとしてしまい、行ってまいる。みんなね、いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。じゃあな、パワーありがとう。